マンモスをイメージしてきました。マンモス結果おじさんじゃん。どうぞ。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。トニーとジャイのトニーです。今回はかぶっちゃやーよコスパンだな、かぶっちゃやーよコスプレバトル、まだ噛んだな、かぶっちゃやーよコスプレバトルをしていこうと思います。はい、でどんなゲームかってルールは簡単、お題に沿った服装に変わるだけ。その中で最もお題に近い人に投票していきます。でも服装が1点でも被った場合、その人に票を入れることができません。で全ゲームの獲得票のトータルが一番多い人が勝ちで、最下位、それと最下位から2番目の人は1位と2位に10万円と5万円を支払うという、はい、ベルをかけたゲームになってますね。はい、ありがとうございます。取れました。はい、よろしくお願いします。でお題1が魔法使えそうなやつ、はい、お題2が動物、お題の3が不審者で、4がスポーツ、5が仕事、6がホラー、7がヤンキー、8が金持ち。聞いてる？ちょっと聞いてる？痛い。ちょっとまあとにかくもう早速お題の位置からやっていきましょうか。かぶっちゃやーよって僕が言うんで、一斉に皆さん着替えてください。じゃあ行きます。魔法使えそうなやつ、かぶっちゃやーよ。どうなった、どうなった、どうなった、ちょっと待って、なんで、いや絶対ないでしょ、かぶるでしょそれ。頭もポッポカさんかぶってるし。トニーさんダメですね。ちょっと、ヨハクさんのそのメガネとヨハちゃんとかぶってるかも。そう、コルさんのそれかぶってるんちゃいます。よしよし、こっち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 。よし、引き込もうとしてる。今決めましょう、だいたい誰に入れるか。で、その3人の方は誰に入れようか投票を迷ってる人もおると思うから、このね、モデルウォークの場所で自分をアピールしてください。3人の方もう何でもいい、とにかく票を集めれば、集めれるような行為をしてくれたらそれでいいです。はい。魔法学校1年生のひよたんです。まだあんまり魔法できないけど頑張って覚えたいと思います。よろしくお願いします。キヨさんは猫かぶりという魔法を使った。あ、ヨハクさんも OK、 OK。 はい、じゃあ一斉の出て出しましょうか。じゃあいきますよ、投票ね、一斉ので、はい。やば、4票入った、ゼロや。お題2つ目、動物ね。じゃあ皆さん準備してくださいよ。かぶっちゃやーよ。さあさあどうなる。さあかぶってる人は、はい、猫耳かぶってる。ちょっと待って、え、そのクマセコない、何それ、動物やん。え、なんか絶対かぶってるわそれ。あ、足足足足見てください、足、鶴さんの足、何それ、何履いてます。鶴さんとこのカエル誰かわかんない。あ、ポッポコさんなんだよ。あ、カエルとはいい。これ違います、これ多分鶴ちゃんバレーシューズで、私は普通のパンプス、シンプスです。あ、ほんとだ、違うな、バレーシューズで私。あ、違うな、かぶってないな。みんなかぶってないね、じゃあひよたさんってかわいいな、ほんとに。今のうちに余白さんとリアンさん、あの、決めててくださいよ、誰に票入れるか。みんなのアイドル王道クマちゃんだよ。みんなちょっとでも可愛いと思ったら私に投票してね。ちょっと棒読みです。僕はね、動物のテーマっていうことで、原始時代の動物マンモスをイメージしてきました。マンモス、いや、もう人やんね、これ投票しても。もう可愛いし、ちょっと。コンセプトは、まあトニーさんの、まあ、ツイッターにある絵文字はひよこ、普段もひよこしかないなっていう、ひよこイコールトニーさん、トニーさんイコールひよこ。なんかゴマ少ないこれ。
トニヤマ動物園で飼育員をして33年になります。山田です。よろしくお願いいたします。動物ちゃうやん。結構ベテランのおっさん出てきたな。結果おじさんじゃん。いっせーので、おお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 おかぶっちゃやーよ。あ、なに、あ、かぶっとる、かぶったね。はい、誰かぶってないの、誰。あ、帽子かぶってるね。あ、じゃあもうこの4人か。一番不審な人今のうちに決めてくださいね。待機してください。また俺やるか。癖が強い。みなさんこんにちは。1時間3000円いかがですか。これは小麦粉です。すいません、さようなら。はい、いっせーので、ドン。え、俺1秒空いてへんやん、そんなバカな。なんで。トニー高校、3年野球部、清田です。お願いします。自分はインターハイのためにこれまで頑張ってきて、今日ここのこのインターハイで優勝するために行きました。お願いします。ありがとうございました。いつもニラマッスルフィットプロテインのバニラ味を飲んでいます。かぶっちゃやーよ。さあ、かぶった人は。かぶっちゃった。誰と誰が。ブラック赤ずきんちゃん。どうも、ユニバーサルスタジオジャパンから抜け出してきたお化けです。あの、服をよく見てほしいんですけども、カエルが逆さになってるみたいに見えます。かぶっちゃやーよ。かぶったな。かぶったな。あと誰、誰と誰。 え、リスさんだけ。え、マジで。リスさん、これ7点ですね。え、ちょっと待って、ズボンは。はい、じゃあお金持ちセットしてくださいね。いきますよ。かぶっちゃやーよ。これは全員かぶってないぽいな。あ、頭かぶってる。リスさん、ここの4人ですよね。じゃあ、今のうちにある程度誰があれか決まったら、あっち側に行ってもらって。一昨日電車で見つけた年配ぐらいのおばさんとも言えないぐらいの人が着てたコーデで、めっちゃ買い物袋もしたんで、これお金持ちなんじゃないかなと思いつつコーデしてみました。はい、ありがとうございました。ほら、ホラーと一緒やと。トーンがホラーと一緒。じゃあ、ある程度決まったんでしたらこっち来ていただいて。むずいなぁ。まあまあ、見た目もあるからね。皆さん、ちゃんと覚えてるかしら。これ、100万ベルもしたんよ。コビとコビと、普通の人が2人。いっせーので、ドン。リアンちゃん3票で、ドンさん1票。リアンさん3票入ったの。ドンさん1票入って、なるほどね、なるほどね、なるほどね。じゃあ1位発表します。いきますよ。1位は獲得票が10票で、リスさん。はい、リスさん。リスさんが1位。はい、2位は獲得票が7票。余白さん。最下位から2番目発表します。獲得票が3票。ドンさんとリアンさん。やったー。なにこれ。ブービーブービー。え、なんで絶対最後、絶対キートやん。これなんか、あれやろ、リアンさん守ったやろ、俺最後。いやいやいや。
とにかくリアンさんとドンさんはじゃんけんで、うん、はい、決めてください。どっちが払うか。じゃんけんほい。じゃんけんほい。あ、リアンさんがあの5万ベル渡してくださいね。じゃあ僕嫌やけど置いとこう。はい、じゃあこれレッサン。だって難しいもん。喋るってなんなんここで。意味わからんし。本当なくしたらよかったな、このムーンウォークちゃうわ。え、でもあれですね、みんな可愛かったね。面白かった。てか、キヨタンさん初めめっちゃ可愛かったし。じゃあ今回このカブチャや横スプレバトルはこれで終わりということで、はい、ちょっとやられましたね。あ、まあね、今回まあ第1回目ということで第2回目があるかどうかはちょっと分かんないけども、はい、第1回目はこれで終わりたいと思います。それでは皆さんも参加ありがとうございました。それではご視聴してくれた方もありがとうございました。それでは皆さんありがとうございました。トニーでした。それとトニーとみんなです。じゃあまたね。